ありがとうございます。ちょっとねマスクもあって声は出しにくいかと思いますが、皆さん笑顔でねこのステージの方も楽しんでいただきたいと思います。さあ開幕戦まであと2時間でございますね。ただいまからこの、ワクワクステージでございますけども、ワクワクステージサポーティッドバイヤンマンを行います。今日はですね東京から人気芸人さんも来ていただいたりとか、今シーズンの新セレストガールさんのお披露目のショーコーナーもございますので皆様お楽しみください。さあそしてイベント開始前にですねいくつか注意点がございますので皆様に説明させていただきたいと思います。まずはスタジアムではマスクの方着用の方よろしくお願いいたします。そしてご飲食の際にマスクを外される場合は会話をお控えいただきまして周りのお客様へのご配慮の方よろしくお願いいたします。ということでございまして、まあね、誰やねんの方もいると思うんですけどどうですか、僕のこと知ってるって方どれぐらいいらっしゃいますか。ああ嬉しい、ありがとうございます。相方のことも知ってますかね。あ知ってますか、相方のギャグとかね結構ちょこちょこ大阪の番組ではねこう言わせていただいてるんですけども、ギャグ言ったらねもしかしたらあこいつやとかこうね大盛り上がり間違いないと思いますので、今日ちょっと相方のギャグを僕がちょっとお借りしましてねやってみたいと思います。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。すぐそうやって言うやろ。まあ今日ちょっとアウェーということでございまして開幕ちょっと不安になりますけどそれは私の能力不足ということでございまして、セレッソの方は応援して頑張っていただきたいと思います。ということでございまして本日のゲストの方登場していただきましょう。空気階段の水川かたまりくんです。どうぞ。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。かたまりです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はかたまりは、はい、この仕事をしに東京から来ていただいと。そうです、朝一の新幹線に乗ってこの試合が終わったらすぐ東京に戻ります。吉本ももうちょっと上手いこと仕事入れてくるやつ。そうなんです、劇場の仕事とかありません、ね、かたまりはでも実はいろいろやっててね、サッカーとかも。僕は小学校から高校までずっとサッカーをやっておりまして、はいはい、吉本興業なんですけれども、うん、その養成所 NSC の願書には、はい、その加藤浩二さんとか矢部さんみたいになりたいって言って願書書きましたんで。あそれぐらい実はサッカーが好きと。そうです、あの本当にサッカー番組をやりたくて、うん、お笑い芸人を志したので。そうなんです、本当にチャンピオンズリーグとかねちょっとあの海外サッカーですけども、はい、そういう番組にも出られてたりとかね。そうですね。どうですか、ちなみにその J リーグとかは見たりするんですか。 J リーグは本当つまませてもらってます。はい。どういう表現。たまに見る。はい、なるほどなるほど。そうですね、あのそうですね、前僕等々力競技場の近くに住んでたんで、あの不謹慎かもしれないんですけど、はいはい、フロンターレの試合はちょこちょこ見に行ってました。それは別にまあいいんです。スタジアム行ったからあかんと皆さん思わないですから、はい、で J のスタジアムに来るのはちなみにどれぐらい。僕本当に10年ぶりぐらいかもしれないです、あの J のスタジアムに来させてもらうのは。はいはいはい、はい、ただでも僕小学校の時岡山でずっとサッカーやってたんですけど、はいはい、その大阪遠征行った時に長居で試合したことあります。じゃあ中で実際試合したことはある。試合したことあります。はあ、はい、淀港はどうですか、新しくできた。最高ですね。最高ですね、皆さん。いや最高です、ありがとうございます。誇りに思ってます。あんな最高なスタジアムないです、日本に。サッカースタジアムがそもそもねやっぱ日本って少なかったりしますから。専用スタジアムってなったら。そうね、あんな近いところ。じゃあ岡山の試合とかはちょっと応援したりみたいな、はい、そうですね、ファジアの岡山応援させてもらってます。ここへ並んでいいんですか。皆さんあったかいですから。でもあんまりね、それこそセレッソのそれこそ印象というか、セレッソはやっぱりもう僕子供の頃から見ててすごい華やかなチームだなっていうのはあります。やっぱ花がある選手が多いと言いますか、やっぱ、はいはいはい、ファンタジーにあふれた選手がやっぱ次々出てくるなっていう印象がありますね。本当に好きな選手とか知ってる選手とかいますか、ちなみにセレッソで。セレッソですか、はい、僕は個人的なことなんですけど、はい、南野選手に似てるんじゃないかみたいなことを時々言っていただくんです。南野さんか、はいはい、リバプールのダルウィン・ヌネス。だいぶ違うけど、ウルグアイ代表の、はい、ダルウィン・ヌネス。時々言っていただくんで。男前やね、どっちもね、はい。まあ、清武選手はもうやっぱり僕サッカーやってたの頃からずっと見てましたし、はい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 、印象としてはやっぱそういう南野選手とか、はい、それこそまあ、ダルウィン・ヌネスになる、ヌネスがちょっと印象になるかどうかは分かりませんけれどもね。で実際さ、海外サッカーはよく見てるんですか。じゃあ海外サッカーはよく見てます。なるほどなるほど、はい、プレミアとかは。プレミアリーグ、イングランドの、ね、サッカーリーグ、はい、好きな選手とかいるんですか、プレミアとかで。プレミアで好きな選手は、まあ、今
で言うとやっぱちょっとウーデゴールがちょっと気になりました。アーセナル好きなんで。なるほどなるほど、はい、ノルウェーのね、はい、天才ストライカーでございますけど、はい、まあ、ちょっとだから海外よりかもしれないんで、よりですけども今日からセレッソ寄りになってます僕は、はい、これは嬉しいですね、はい、本当にありがたい。最高です。絶対セレッソ以外の仕事したらもうダメですかね、あなた。やりました。とどり切ってダメですか、はい、ね、もしセレッソ以外の仕事してるのを見つけたら警察に行ってください。そんなにしなくていいですよ、はい、皆さん、まあ、楽しくね、まあ、J リーグを盛り上げるっていうのは、はい、我々はあれですけど、この機会にちょっとセレッソのことを、はい、塊くんには楽しく知っていただきたいなということでございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、最後にあれだけあれね、森ちゃんズユナイテッド入ってんね。あ、そうです、あの見取り図の森山さんが、はいはい、森ちゃんズユナイテッドっていうサッカーチームを、はいはい、立ち上げまして、僕そこのメンバーに加入しておりまして、背番号6で、うん、一応今フリーキッカーを任されてます。だいぶ上手いですよ、はい、だから、はい、そうすごいことなんですよね、はい、だいたいあの見取り図の森山さん自分で勝手にシミュレーションして自分でフリーキック蹴るんで、あの人そうなんですよ、はい、そこをただね、ものすごくシミュレーションします森山さんはやってたら分かるんですけどね、これね、はい、ということでございまして、そんな片森くんをお迎えしまして最初のコーナーの方に参りたいと思います、はい、題しましてセレオへの道セレッソクイズ。ありがとうございます。さあ、ということで、片森くん、まあ先ほども言ったように、はい、まあ、あんまりもしかしたら知らないかもしれませんので、はい、セレッソのことを、はい、まあ、今日きっかけにですね、いろんな セレッソのことを知っていただこうと、はい、おいうクイズコーナーでございます。いや、ありがとうございます。さあ、ただし私だけでは心もとないのでですね、解説役としまして、はい、この方にも登場していただきたいと思います、セレッソ大阪アンバサダーの坂本範之さんです。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。たくさんマスク OK みたいなんで、マスク OK ですね、はい、ということでございまして、よろしくお願いいたします、はい、どうですか、もう開幕でございますけども、いよいよですね。いよいよですね。めちゃくちゃ楽しいです。ちょっとスタジアムにね、こうお客さんもたくさん入っていただいちゃって、いろいろありますからね。この間ですね、はい、ヨドコスタジアムでちょっとこう、はいはい、芝生だったりちょっと確かめてもらったんですけども、はい、やっぱこの日本一ピッチに近いスタジアムということで、はい、これ声出し応援になったらえげつない選手の後押しになるんちゃうかなと。確かに、もう誰もいないスタジアムでさえそう思ったので、はい、ね、そういった意味でもめちゃくちゃ楽しみです。皆様の声援が選手の方たちの応援になりますから、はい、その鮭さんのフラッグを追っていただいている方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。ここで言うもないですけども、はい、YouTuber として、はいはいはい、活動しまして、はいはい、はい、まだ知らない人たくさんいると思うんで、いやいやいや、ここでこうチャンネル登録とこんな冒頭で言うんですね。早いですね、登場してから即チャンネル登録すぐ見えたので、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さんどちらの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでございまして、釈さんをお迎えしましてですね、はい、クイズの方をやっていきますので、はい、かたまりくんに答えていただきたいなと、はい、いうことでございます、はい、さあ行きましょうか。第1問、今年セレッソ大阪にあのスーパースターが戻ってきました。その選手の名前は何でしょう。はい、これはまあまあね、第1問目でございますから。もうそうですよ、まあまあね、これももう大ニュースになりましたし、ね、ネットでもテレビでも、はい、今日新大阪駅からタクシーでここに来るまでの間もセレッソのスタジアム行くんですって言った運転手さんの方がもう、あ、そう、戻ってきたよねっていう話をされてたんで、いい運転手さんだ、はい、分かりますか。じゃあ分かりました、はい、行きましょうか、はい、正解は何でしょうか。小出圭介さん。小出圭介さんじゃないです。タクシーの運転手さんだいぶバカなかったよな、そうなんですよ。セレッソって言ってましたよね。いいんですよ、ちゃんと知ってるでしょ。小出さんです。香川真司選手が戻ってきました。皆さん正解でございます。これは嬉しいですよ、ね、これは嬉しいですよ。もうセレッソだけじゃなくても日本中が嬉しいですが、これに関しては J に戻ってきて、ね、J に香川さんが戻ってきたっていうのは、そうね、釈さんどうですか、戻ってこられましたよ、香川選手が。いや、もう本当におっしゃったように、はい、セレッソ大阪だけじゃなくて日本サッカー界としてもやっぱすごいこう大きなことだなと、はいはいはい、まあ、いろいろな経験した中でね、本当にこういろんな意味で J リーグを盛り上げてくれる存在なのかなというように期待します、はい、一番期待していることはどうですか、活躍のこんな活躍をしてほしいとかっていうのは。そうですね、多分
お金いっぱい稼いできたと思うんで焼肉なんかおごってもらいたいなって思っててもそんなこと言わないでください確かに、まあ、香川選手が持ってきた、はい、これは1個目、まあ、第1問でございますから、はい、皆さんも簡単だったと思います、はい、さあ行きましょうか。第2問、今日の開幕戦ではある行為が許されるようになりました。どんな行為でしょうかというクイズでございます、はい、ある行為、まあまあちょっとねさっき言うてたとこもあるんですけど、いやそうなんですよ、その酒元さんが一切この進行を把握してないんで普通にさっき正解を言ったんですけど、そうなんですよ、僕もだからね台本読んでないとは聞いてたんですけどすぐ言ったと思ってまあそれも良さですから酒元さん、そらねもうだこうなったら塊は絶対こけなあかんみたいな芸人の負のリーグに入ってしまったから、正解を知った上でもうみんな知った上でね、 いいんですよ別にボケなくて全然結構、はい、そのままでいいですよ、今日から解禁になったはい、はい、ものですよね、分かりますよ、はい、これももういきましょうか、じゃあみんな待ち焦がれてましたから、はい、はい、正解は何でしょうか。八百長、八百長なわけないやろすげえなお前、拍手もいただいてるわ、すごいわ、八百長一番ダメですからね、はい、ちゃんと当たってるでしょ、声出しの応援が解禁されました今日から皆さん、正解でございます。これはそうなんですよ、もうどれぐらい3年ぶりぐらいですかね、ぐらいですね、はい、ここでもうほんまシャキさんに声出しってやっぱ声援って力になりますかっていうのを台本では書いてるんですけども全部おっしゃったんで、すいません、はい、すいません、ほんまにダメ、全然ほんまに申し訳ない。実際どうですか、はい、我々はやっぱりねサポーター側で声出す側ですけど、選手の方はやっぱり声の応援っていうのはどういうものなんですか。いや本当にもう後押しになりますし、うん、その相手チームはねすごくプレッシャーに感じると思うんで、あの近い距離でやっぱ後押しされると、はいはいはい、まあ、僕自身プレーしてる時はですね、はい、いろいろシャケ走れだとか、はい、やっぱそういうのシャケ踊れだとか、はい、そういうね、可愛がられるというか、まあ、愛のね、ある声援で、はい、知った激励と言いますかね、はいはいはい、そういうのでよくこうチームで奮起して頑張ったなという思いではあります。なるほど、はい、まあ、そういう、ね、はいはい、言葉もものすごく大事だと思うんで、はいはいはい、本当チラにしろ本当にこう強力な武器を得たなと、なるほど、なるほど、はい、なんか逆にちょっとこれ気になるなみたいなあるんですか、やりながら、あ、なんか変な言葉聞こえてきたとかってあるんですか、選手の方って。もちろんあります、そうですね、ここで言えるか言われへんぐらいの、そんな過激なワードだった、はい、ぐらいやっぱりね、こう、まあ、見てる方もすごくこう熱入ってるんで、はいはいはい、であれ聞こえてないふりしてるけど結構聞こえたりするんで、あ、そうなんですね、はい、今レンタルでいないですけど丸橋と、はい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 、よくこうサイド際だったのでそういう話した時は、はい、丸聞こえやんなみたいな話を、はい、したのを覚えてます。やっぱサイドの選手ほどよく聞こえる、確かに、ね、よく聞こえると思います、はい、なんか僕少年野球とかをこう、はいはい、たまに公園近所の公園でやってって、はいはい、こう見に行ったりするんですけど、こう父兄の方がこう応援とかしてって、うん、ほんまに腹ちぎったれとか腹ちぎるって怖みたいなのか胸元えぐったれみたいなのかああいうのやっぱこうちょっと相手は威嚇したりとかね、なるかもしれないです、そうですよ、はい、僕も少年サッカーやってて時々いろんなとこ遠征行ってたんですけど、うん、徳島の父兄の方、父兄の方とかでもなんかいろいろ行ってくるんですけど、うん、本当に小学生サッカーですよ、はいはい、父兄の方がぶち殺せって言ってるそ直接的すぎるもんな、徳島は怖いです、だから徳島が全員が全員じゃないよ、ボルティスと試合するときはちょっと気をつけてください、ボルティスの一部のサポーターの方はそうかもしれない、そんなことないですからということでございまして、第2問も正解でございました、はい、いきましょうか。第3問でございます、はい、今年からセレッソ大阪公式ホームページの選手紹介が、はい、リニューアルされました。初出しの情報が多く載せられております、はい、そんな中からですね、清武選手に関するクイズです。清武選手、はい、皆さんもお考えください。清武選手の子供の頃の夢は何でしょうか。お考えください。ここからちょっとねクイズのレベルも上がって、そんな すぎない絶望みたいな顔で確かに 1,2 問からのクオリティの上がり方はエグいですけどこれ今ファンの方々もマジでどうなんでしょう、これ分かるよ、分かる方いらっしゃいますか。あ、サポーターの方でももうお一方ぐらいしか、難易度の上がり方がちょっとね爆跳ねしすぎたんですけど、爆むずですねこれこれはちょっとどうなんですかね、はい、ヒント出した方が、あ、でもヒントの出し方もこれ難しい、もう知ってるか知らんかですね、知ってるか知らんか、ね、まあ、勘でいくか、じゃあ、はい、
一か八か、じゃあ勘で一か八かでいこう。はい、エビフライ一か八かすぎるってそんな幼稚園ぐらいのなんか夢とかやったら分かるけど、はい、僕幼稚園の頃の夢がエビフライだったんです。どういうことなんそれ。お父さんがエビフライ大好きだったんで将来エビフライになりたいと思った。メッセージ性あんねん。違いますね。違いますか。これでもこれちなみに釈さんご存知ですか。すいませんちゃんとすいませんって言われてください。ちゃんとした謝罪。いや知らなくて。いやけどホームページねなんかリニューアルされて、はい、こう選手の細かい情報まで載ってるっていうのまではしてたんですけども、さすがに細かい情報までは。はい、これとちなみに分かる方は言っていただきます。せっかくですから声出せるし。ああそっか、分かる方言っていただきますってなったら誰も手を挙げなくなりますお兄さんさっき白の帽子のお兄さん手挙げてらっしゃったちゃんと言うなよ、はい、特定するなもん、うん、これちょっと難しいですよね。分からないですかね。わかりますかお姉さん。聞こえるかな。どうぞ。エビフライ、そうそうそう、保育士、そういうことでございまして、まあ、正解でございます。幼稚園の先生でございます、素晴らしいお姉さん、拍手ありがとうございます。そうなんだ。そうなんですよ、幼稚園の先生になりたかったと。これはちなみにそのセレッソの方とかでそんな話とかするんですか。昔サッカー選手じゃなかったら何になるとかそんな話はしないですか。いやその選手同士ではやらないですけど、はい、なんかそういった取材を受けることはありますね。ちっちゃい時の夢は何でしたかみたいなので。ちなみにシャキさんは何かあったの。僕はけど覚えてる限りほんまにサッカー選手って言ってた記憶しかないですね。それで本当になるんだから、はい、にやけてるじゃないなんかね、はい、いやいいですよね。大丈夫ですか。いや全然大丈夫です、はい、皆さんよかったらホームページもリニューアルされましたのでチェックしていただきたいなと思っております。さあ行きましょうか。第4問でございます。はい、小菊五六とも呼ばれるほど数多くの名言を残してきた小菊監督、はい、中でもグッズ化までされた名言がございます。はい、それはみんな〇〇。さてこの〇〇は何でしょう。これをね、まあ、セリサポの方ならもうもちろんご存知ですけど、これはもう皆さんご存知、これはもう多分全員わかるんじゃないですか。みんな、みんな丸丸、みんな丸丸、みんなはみんなそのあってその後も後ろですね。わかりましたか。はい、行きましょう。正解はみんなちゃんと話聞いて全然聞いてくれてないそれグッズ化されへんやろそんな誰も欲しいないやろそんなもう。あ、正解タオルを、正解タオルを振っていただいてるお兄さんがいます、はい、あれをじゃあ言っていきましょうか。かたまり君にみんな最高おう。いやおうまでちゃんと言わんでいく正解でございます。みんな最高最高最高。それこそね SNS とかでもねバズったりとかして、ああいうのがありますグッズもされるという。そうなんです、ね、そうですそうです。あれどうなんですかやっぱ監督の言葉とかっていうのは。ほんまに刺さりますよね。こうやって言ってもらえるっていうのは、はいはいはい、まあ、あとずっとこう小木さんに指導してもらってる中で、はいはい、去年こうやって、まあ、YouTube だったり、はい、すごくこうピックアップされたんですけども、はいはい、世にあんまり出したくなかったなっていうのがあります僕だけにかけてくれてた言葉が、はい、こう世に広まってしまったなと。もうタオルになっちゃってますもんね。はい、なんかもうすごくこういい言葉というか、はいはいはい、熱い言葉をかけてくれるんで選手に、なんかそれがこう出回ってしまったなという、はい、出回るって言ってるんですけど、はい、若干の寂しさはありましたけど、ね、あ、まあ、それで皆さんが知っていただいたら、はい、よりセレッソ好きなのって、ね、はい、ありますから、まあ、魅力なんで確実に監督の、はい、かたまり君ちなみになんか芸人さんとかに言われて、はい、心に残ってる言葉とか何かありますか。そうですね、相方のもぐらに、もぐら君、はいはい、つい2週間前ぐらいですかね、はい、かけられた言葉なんですけど、お8万円貸してくれっていう。相方にそんなん言われるチャンピオン、キングオブコントチャンピオン、はい、8万ない。8万ないらしいです、はい、ギャンブルしすぎやねモグラ君は、はい、ということで見事正解でございました、はい、さあ最終問題でございます。最終問題はセレッソアンバサダーの酒本さん、はい、酒本さんが持つ意外な特技とはというクイズでございます。竹本さんの特技、竹さんの特技自分が全然気づいてない感じですけど、なんでピンときてないですかこれだから正解は竹さんに言っていただこうと思いますので、かたまり君、まあ、想像で、はい、竹さんの特技、これもサポーターの皆さんもご存知ですか。分かってる方も多いんじゃないですか。ああ分かる、やっぱりフラッグの方はもちろん分かってる、もちろんね、まあちょっと今日喋って
この短期間であるんですけど、はい、まあ、なんとなくこんなできるんちゃうかなと。今日喋ってみての印象、はいはいはい、あ、印象でね、今日喋ってみての印象で言うと、はい、マネーロンダリング失礼すぎるやろおい、うちのシャキさんにお前そんなわけないでしょ、普通はうまいルート持ってんじゃないかこんなとこ出てるからね。これじゃあもう言っていただきましょうか、正解は、はい、じゃあ正解の発表、シャキさんお願いします。ピアノです。正解でございます。そうなんです、ピアノめっちゃ意外っすね、はい、あ、そうなんですか。小学校6年間ピアノ習ってました、はいはい、はい、ピアノとサッカーの両立で両立しました、はい、今でも弾いたりされるんですか。そうですね、あのちょっとモテたいなとか思った時は、はい、いやいや、ピアノでモテますか、はい、ペロッと弾いていやでもかっこいいですね、サッカー選手で弾ける方なんてそうそういないんじゃないですか。確かに。いやけどそんなあの大層なもんじゃなくて、全然弾けないは弾けないですよ。ちょっと動かし方わかるぐらいで、もう全然もう、はい、あの弾けないと同じぐらいのレベルなんですけどね。いやでも、はい、弾けるのがすごいことですから。ちなみになんか選手の方でこんな特技実はあるんだよみたいなとかっていらっしゃいますか今。特技ですかね。まあ、趣味とかでも結構でございます。せっかくですからね、皆さんに知っていただく。そうですね、キム・ジンヒョン、はいはいはい、選手ですね、はい、寝言が日本語になっているっていうのは、はい、そうなんですね、そうなんですね、はい、へえ、これは知らなかったんじゃないですか。そういうのは、はい、あのね、YouTube とかでも使ってられましたけどね、こう一人で日本語を覚えるためにわざとちょっとね、めちゃめちゃストイックな方でございまして、勉強熱心で、はい、はい、ぜひ、なるほど。片栗くん、ちなみに何かありますか、特技とか。特技は、僕は、足の指を鳴らせるっていう。しょぼすぎるやろ足の指を、はい、永久的に鳴らせるっていう。そんなないと思ってなかったらごめんなんか逆にごめんってなった、はい、なるほどなるほど、ということでございまして、クイズコーナー以上でございます、はい、どうですか片割くん、セレスのことをちょっとより知っていただけましたか。いや本当にもうセレオの気分になりました、ありがとうございます、はい、本当にそうですね、さっき、はい、小菊監督が、はい、みんな最高っていうのがあったんですけど、うん、僕一応ちょっと今年絶対に流行語大賞を取りたいギャグっていうのがありまして、もしよかったらこれ監督にも使っていただきたいなっていうのがあるんですけど、もしね、その選手の方たちに響く言葉やったらね、そうですね、サポーターの方々とかもぜひちゃんとで使ってもらってたら嬉しいんですけど、フリとか大丈夫、はい、フリとか大丈夫、フリとかいらないです、いらない、すごい、はい、じゃあ行きましょうか、お願いします。セレッソ最後最後最後今考えたやろお前おサポーターの方いるから今考えたやろお前、違います、マジでこれは本当に僕ほんま、ありがとうございます、熱烈な熱烈に拍手していただかれば、これマジで今さっき見て言うてないかほんまに、違うです、これ本当にやってたんで僕もう親和性を感じました、まあ、東京で言ってるかそれ、これ実はちょこちょこ言ってるんです本当に、ほんまに言ってるこのギャグやるときしか大きな声出さないんですけど、はい、なるほどなるほど、ぜひ本当選手の皆さんもゴールパフォーマンスとかでも使っていただいてもいいですし、なんかいいプレーした時もう客席から言っていただいてもいいですし、確かにいい言葉ですかね、最高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 ですから、もうほぼ一緒やけどなほぼ同じやけどね、1個より3個の方がいいんでということでございまして、以上クイズコーナーでございました。そしてシャキさんここまでで、はい、ということでございまして、皆さん大きな拍手でお送りください、ありがとうございました。結構ほんまにあれですね、あの最初台本僕ら見てたんでどうしようかなと思いましたけど、はい、さきさんの優しさで乗り切れました、なんとかね本当に出てきた瞬間に2問目の正解言いました、ね、ちょっとドキッとしましたけど、はい、ということでございまして、ここからですね、2人目の2組目のゲストという言い方でいいですかね、はい、お迎えしたいと思います。セレッソガールの皆さんでございます、皆さん拍手でお届けください。うわー、はい、どうぞ、じゃあ挟みましょうか、はい、どうぞ、はい、ということでございまして、お一人ずつじゃあ、自己紹介の方をやっていただきましょうか、じゃあこちらからいきましょうか、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、3期目、今回ですね、今シーズン3期目となります、あ、間違えました、もう一回いや、もう無理ですよ収録じゃないので巻き戻しはできないですけどみんな見てました、皆さん優しく見ていただいて大丈夫でございます、もう一回いきましょう、はい、
皆さんこんにちは。こんにちは。3シーズン目となります、セレッソが最強最高のセレッソガールミポこと坂井美穂と言います。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、今シーズンは私の明るさと元気さでセレッソ大阪をどんどん盛り上げていきたいと思っておりますので、今シーズン1年間ですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。3期目って3シーズンすごいですね。3年目となります。なるほど、はい、やられてて実際どうですか、楽しいこととか何かあったりしますか。そうですね、私が、初めてセレッソガールになった時は、はい、本当にセレッソガールの認知がまだなかった時だったので、今となってすごいこうやってセレッソガールにも会いに来てくださるっていう方もどんどん増えてきたので、はいはい、それがすごく嬉しいです。ぜひ、ね、皆さんも引き続き、ね、知っていただきまして活動の方も頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてじゃあ行きましょうか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、2023年セレッソガールに就任いたしました。マリ、あ、すいません。名前間違うことありました。他全部間違ってて、名前だけが間違わんと。緊張もありますから。ね、楽しくどうぞ。はい。はい、兵庫県出身23歳の溝口マリアと申します。セレッソ大阪をもっともっと盛り上げられるように一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。なんか意気込みとかもありますか。意気込みですか。やってみたいこととか。そうですね、私今年24歳になる年で、年女なので、はい、今ちょっと勝利の女神としてちょっと行っちゃいたいと思います。行っちゃいたい。急になんかナダルがちらつきましたけど楽しくやっていただきたいと思います。はい、楽しくやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあでは続いていきましょう。はい、皆さんこんにちは、万徳光穂です。よろしくお願いします。お願いします。1万2万の簡単な方の万に、徳川家康の徳に、充実の充に、稲穂の穂っていう、逆になんか分かりにくくなってる。分かりました今漢字皆さん。分かりましたよね。徳川家康、あんま人の名前で人に呼ぶと言わん、漢字の説明の時ね。すごいご利益なりそうな名前って言われるので、はい、その力をセレッソ大阪さんにぶっつけたいと思います。はい。その中で最年少で唯一の高校生ということで、おお、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お願いします。どうですか、実際こうお客様の前にしたりとか、こうスタジアムに来てどうですか。あ、すごい興奮してます。ドキドキです。高校生、高校3年生です。3年生で、はい、すごいね、うん、こういう若いサポーターの、ね、方が増えてくれてもでかいですからね。そうですね、やっぱりサポーターもユースからどんどん育て上げていった方がいいですからね。若い頃から見ていった方がユースって言い方するんですよ。ということでございまして、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、続いていきましょう。2022年セレッソガールに続き、2023年セレッソガールに就任しました和田優です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高校生の時にダンス部のキャプテンだったので、ダンスが大好きです。なので皆さんと桜満開ダンスをたくさん踊りたいです。そして、一番ちっちゃくてダンスが大好きな和田優って覚えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ダンスは結構やられてたんですか。長いことやられてるんですか。高校生から始めたんですけど、はいはい、3年間やり続けました。すごいっすね。最後勝利した後にね、こうスタジアムでこう皆さんと一緒に踊る桜満開ダンスというのが、桜満開ダンス今日見れるといいですね。そうですね、はい、絶対見れますから。これ、はい、踊りましょう皆さんで。ぜひ皆さんと一緒に踊っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあでは続いていきましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ2023年セレッソガールに就任しました山川茜と言います。よろしくお願いします。お願いします。私25歳の年なんですが、家族の影響で生まれた時からずっとセレッソ大阪のことを応援している25年目のサポーターでございます。おすごいね、はい、ありがとう。今年もセレッソこの大好きな気持ちを前面に出して、もうしっかりもうツイートとかもね、なかなかね、なんかやったとかわーとかばっか言ってますけども、もうぜひぜひね楽しんでもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ご両親の方からしたらめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか。はい、めちゃくちゃ喜んでもらってます。なんかちなみにこう歴代でも結構でございますけど、好きな選手とかいらっしゃいますか。私が一番初めに背番号って
ユニフォームの後ろに、はいはい、あの入れた選手があの南野選手の番号を、はい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 、初めてあのおねだり違うやあの似てるかわからないですけど違いますよあれあれいやいやいやあれ南野選手のね南野選手ですはい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 、はい、南野選手の活躍もそうですし、はい、香川選手も戻ってきましたからねそうなんですよ、ね、ちょっと今日めちゃくちゃねサブに入っておりますんで、はいはい、めちゃくちゃ楽しみですぜひ皆さん応援していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあでは行きましょう皆さんこんにちはこんにちはこんにちはセレッソガールになりました内山美琴でございますよろしくお願いしますお願いしますこんにちは27歳既婚者でやっております、はい、そうなんですよね僕同期の芸人さんでしたか完全になんか動きがあの頃は良かったなぁ、ね、こなれてますねなんかねさすがのスペックでございます、はい、ということでね、はい、そんなやらしてもらってますけれども、うん、言うて言うて芸人しか言わないとやらせてもらってますとかあの、今期も、頑張りますのでぜひサポーターの皆さんと、共に、戦っていきたいなと思いますのでぜひ仲良くしてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますやられてなんかこういう自分たちの活動こういうのを見てほしいよとかなんかあったりしますかそうですねやっぱり SNS 私たち結構活発に動かしておりますので、うんはい、そちらの方を見ていただけたらありがたいなというのとやっぱりねあの若いメンバーが多いので動きがとってもいいんであのまあ桜満開ダンスもそうですけどこの後あるクラップタイムなんかもやりますんで、はい、その時にね、素敵な推しメンなどを見ていただけたらなと思っておりますすいませんけどもなんか、はい、なんかいいですね ありがとうございますなんかほんまになんか NSC で会ってたらコンビ組んでたかもしれませんちょっと気になりますねセレストと一緒にいいですねダブルセレストって感じダブルセレストでお願いしますということでございます皆様頑張っていただきたいありがとうございますありがとうございます最後に片割くん、はい、どうですかこういうね SNS なんかを使ってこう活動されているセレッソガールの皆さんでございますけどもそうですねやっぱりその圧がすごいですねセレッソガールの皆さんなんでやっぱりこれはもう相手サポーター相手チームへのプレッシャーにもなりますから、はいはい、これだけ力強いセレッソガールがいたらもう間違いないですね確かにね、はい、そもそもあのダンスとかも一緒になって先導してで、ね、やっていただきますから、はい、スタジアムを盛り上げるしかも声出しも復活しますから、はいその意味でも頑張っていただきたいと思いますので、はい引き続きよろしくお願いいたします、 お願いしますということでございましてセレッソガールの皆さんでしたありがとうございますありがとうございますさあということでございましてどうぞ真ん中にじゃあさあもうエンディングでございますけど片森くんいかがでしたかいや本当にもうここでまず試合開始前ですけれども、はい、もうサポーターの皆さんの熱気開幕戦今年優勝するんだという熱意がものすごくひしひしと、はいはいこちらに届いてまいりました、はい、もうこれ間違いないですセレッソ大阪今年 J リーグ優勝ルヴァンカップ優勝お天皇杯優勝三冠来年 ACL 優勝お最高言わんのかそれ言うんかなって待ってたのに皆さんいやでも本当にもうこれから始まりますけれどももう開幕戦やっぱりもう今年声出し OK になってう、ね、もうやっぱりこれお笑い芸人も一緒ですけどお客さんの声が聞こえてきて観客の声が聞こえてきて本当にパワーになるっていう部分がありますんで、ね、皆さんの一声一声が、はいもう今日の勝敗を左右すると思いますので皆さんも頑張ってください、はいはい、サポーターの方も応援で、はい、我々に選手の方にパワーを届けましょうということでございます、はい、さあ、今日の試合でございますけど14時キックオフでございます、今シーズンもセレッソ大阪のホームゲームで土日の試合ですね、こちらは吉本の若手メンバーと一緒に今このようなトークイベントを行っていくということでございますのでよければまた参加していただきたいと思いますということでございまして皆様、寒い中参加いただきましてありがとうございました絶対勝利しましょうありがとうございましたありがとうございました片割くんありがとうございましたありがとうございました頑張りましょう